はい、こんにちは。それでは今日はですね、ロータリーエンコーダーの基本原理というものをお話したいと思うんですけれども、これまであの 3D プリンターの解説作ったこういうスリット板ですね、このスリット板と、それから前回ご説明したこのコの字型の透過型フォトインタラクタ、これを使って、ロータリーエンコーダーを手作りしてみまして、その基本原理をお話したいと思います。はい、まず基本原理なんですけれども、この2層ロータリーエンコーダーというのは、このスリット板とですね、この字型の透過型フォトインタラクタを2個使います。で、これちょっとすごくラフに作った3つ穴のスリット板を持ってきましたけれども、これをですね、こんな風にこう挟んで、スリット板を回転させますと、おのおののフォトインタラクタはこう遮蔽と透過っていうのをこう繰り返すわけなんですよね。で、そのためにこう出力が変わりますから、出力がこう、オンとオフを繰り返す区形波になるわけです。区形パルスが出てくるわけですね。で、それがこう2つありまして、それぞれがちょっとずれた違うタイミングで、信号を出してくるわけです。で、便宜上名前をつけて片方 A 層、もう片方 B 層と呼ぶことにしますけれども、この2つの区形波のずれっていうのをうまく使うと、実は回転方向まで含めて、カウントすることができるという非常に優れものなんですね。はい。で、このA 層と B 層の、ずれ方っていうのはですね、理想は、90度です。例えば、この場合ですと、ここからここまでが、一周期だとしますと、その4分の1ですね。位相にして90度、4分の1サイクルずらしていくと一番バランスがいいんですけれども、そうじゃなくてもですね、一応、ロータリーエンコーダーとして機能はします。多少分解能が落ちますが、機能はします。で、完全に同層ですね。つまり A 層と B 層がちょうど全く、同じ信号を出すように、スリット板との感覚とぴったり合ってですね、そんな風になってしまってると、役に立たないんですけれども、こんな風に適当に作ってるとそんなこと自体が現実的にありえませんので、普通に置いとけばちょっとはずれてるので大丈夫です。それからこのロータリーエンコーダーっていうのはカウントを始めてから、の変化量だけが分かるんですね。つまりこういうのは絶対値は分からないんです。スタートしてから何スリット分動きましたかっていうことだけが分かりますので、こういうのをインクリメンタルエンコーダーと言います。対義語は絶対値が分かるアブソリュートエンコーダーというのもあるんですけれども、これはインクリメンタルエンコーダーであるということですね。はい。さて、このスリット板の遮蔽透過を繰り返して数えていくので、このスリット板の、数だけですね、これで18あるんでちょっと分解のが細かいですね。で、それからこういう粗いやつとかスリット板の、細かさによって当然分解能が変わってくるんですけれども、このロータリーエンコーダーの原理でとっても賢いなと思うのはですね、実はこれスリット板の数の4倍の分解能が出るんですね。これ4定倍の原理って言います。私もこれ初めて学んだ時は賢いことを考える人がいるもんだなと思って感心しましたけれども、スリット板がこう回転してみますと、おのおののフォトインタラクターはオンとオフを繰り返すこうパルスを出してくるんですね。で、ある方向に回転しているときは、今こう便宜上 CW と書きましたけど、ある方向に回転しているときは、こんな風になります。A がちょっと先に、パルス出してて、B がちょっと遅れた波形になっているということですね。で、この関係っていうのは回転方向が変わると逆になりますから、例えばそれと逆方向ですと、B 層が先に立ち上がって、A 層が後から立ち上がるっていう風な、こうズレの関係が逆転するわけです。で、そうするとですね、実は、このエッジのこの立ち上がり立ち下がりのタイミングと、その時の相手方の状態っていうのを見ると方向がわかるんですね。例えばこう上の図で A 層が立ち上がったこの上向きの赤矢印のところを見てもらいますと、この時 B 層はオフですよね。常に A 層が立ち上がった時は B 層は常にオフです。で、これ回転方向が逆になると、A 層が立ち上がった時 B 層はオンなんですよ。この関係崩れてないですよね。だから、A 層が立ち上がった時に B 層がオンかオフかを調べると、回転方向がこの CW か CCW のどっちかが分かるということになるんですね。で、これ同じことがこの A の赤矢印、 A の青矢印、 B の赤矢印、 B の青矢印、全ての時に同じロジックが成り立ちますので、どっちかにエッジが立つたんびにカウントができるんですね。で、このエッジってのはいつ来るのかっていうと、スリット板のこの両端のところで、立ち上がりか立ち下がりが起きるわけなんですけども、
スリット板の両端ですからその2倍の数があるわけですね。でかつそれが、A 層 B 層2つで、検出してますから、スリットの数の4倍の分解能で数えることができると、まあ、こういう理あのこの時あの正確に4倍になるためにはさっきのですねこのちょうど90度ずれてなければいけないんですけれども、適当にずらしていると均等ではなくなっちゃうので、まあ、正確に4倍ではありませんが、まあまあスリットとスリットの間のところでも検出できるということになるわけです。それじゃあやってみたいと思います。これがここに示しているこのフォトインタラプターのですね簡単な配線図です。まあ、2つフォトインタラプター使いますので、それぞれアルドゥイノのアナログ0番アナログ1番のピンで検出することにしましょう。で、前回のあの動画でやりましたけれども LED 側の方は220オームにしておいて、まあ、結構電流いっぱい流してます。で検出側の方は1メガオームにしています。これ足が4本あるんですけど、こことここが共通なので同じラインにしておいて、それからトランジスタの出力と LED のこのアノードのところですね、ここちょっとだけこう列をずらして配置しています。じゃあまずですねこれを使うにあたって最初にこの式位置っていうのを確認しておきましょう。まあスリット板がこう通過するとオンとオフ繰り返すんですけども、その時の値ですね、どのくらい変わるのかっていうのは環境によって違いますし、このスリット板の取り付け方によっても結構変わってくるんですね。だからやっぱりそこのキャリブレーションが最初大事です。なので単純にですね、シリアル通信で A0、A1 の読みをプリントするだけのプログラムを作って値を確認してみましょう。はい、で、まあ、確認した値をこう式位置として書いております。まあ、こちらのプログラムを走らせまして、こういったシリアルプロッターを開いて値を確認してみたいと思います。で、ですね、これこの間もちょっとお話しましたけれども、ちょっとコツとしてですね、シリアルプロッターのこのレンジを、合わせるためにちょっとこう上と下触っておくとフルレンジになりますね。今こう両方とも通過の状態ですね。でまあ分かりやすくこのさっきの3枚までのやつでちょっと確認してみますと、これだと今、赤が上がって青が下がってる状態ですね。でこれ2つ同じ型番なんで同じはずなんですけど、やっぱりちょっとばらつきがあるのか、まあちょっと私の方使ってる部品があまり良くないのかですね、少し違いが出るんですよね。赤と完全に同じではないです。でまあどちらもカバーできるような値にしとくといいと思うんですけれども、はい、これでこの上がった時と下がった時っていうのを瞬別できるようなスレッショルドを設定したいんですけれども、ここでポイントはですね、このオンの式位置とオフの式位置で分けとくってことですね。この真ん中のところだけ1本でこう分けるとですね、どうしてもここの値を横切るときにまたチャタリングみたいなことが起きちゃうんですよね。でそこでですね、ちょっとヒステリスをわざと持たせて、オンと認めるのは、例えばこっちの上の方にしておくと、でそれから、オフと認めるのは、まあ、下の方にしておくというふうに、ここの間にちょっとギャップを持たせておくと安定してセンシングができます。でそれからまあ今見た通りですね、 A 層と B 層でちょっとばらつきありますんで、それぞれにオンとオフの式位置を用意するっていうのも、まあ、知恵としてはありだなと思います。はい、それではですね、今こちらで調べました式位置を使って、ロータリーエンコーダーの、基本的な確認のプログラムを作ってみたいと思います。まあ、ここではですね、オンの式位置600、オフの式位置450と、まあ、ちょっとかなり狭めというか保守的に取りました。はい、それでですね、宣言する変数、いくつかあるんですけれども、まあ、バル A、バル B というのはアナログリードで読んでくるための値ですね。で、このステート AB とエッジ AB というのが大事です。ステート AB っていうのは、今それぞれ A 層、B 層がオンなのかオフなのかって値を保持しておく記憶ですね、メモリーの変数です。1をオン、遮蔽したとき、0をオフ、透過しているときというふうにしておきます。で、このエッジ A、エッジ B っていうのは後で中でループの中で計算するんですけども、立ち上がりエッジが入ったか立ち下がりエッジが入ったかというそういう変数ですね。でこのカウントというのが、まあ、現在の回転角度を保持しておく、まあ、今ここはピン番号の配置でして、まあ、セットアップのところはこのステート A、ステート B ちょっと最初適当に初期化しておいて、まあ、すぐこれは更新されますから、適当にしておきます。カウントは最初0で、シリアル通信を始めます。それでまず最初にやることはですね、まあ、アナログリードで、
A 層 B 層の値を読んできてですね、エッジの検出をします。立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジが入ったかどうかの検出をします。例えば1行目の最初のところっていうのはですね、エッジ A 最初0に初期化した上で、以下の条件を満たしたら立ち上がったというふうに判別します。 A の A 層の値がオンのスレッショルドを超えて、かつ今0だったとしたならば、A の状態は1にして立ち上がりエッジが入ったを示すエッジ A イコール1としましょうということです。まあ、ライジングエッジというのは立ち上がったということですね。これをすることによってヒステリシスが実装できます。で、同じく A がスレッショルドオフを下回って、かつ今1なのだったら0にしましょうということで、立ち下がりエッジというふうに判定します。まあ、この組み合わせでこれが全部で4つあるということです。ということで、エッジが何も入ってなければ0、立ち上がりなら1、立ち下がりならマイナス1が、ここで計算されます。これであのステート AB とエッジ AB が更新されましたから、これを使ってさっきの4定倍の原理を実装してみましょう。先ほどこの右に書いた条件からこう逆に考えるんですね。この条件の時、時計回りなのか反時計回りなのかっていうふうに考えます。A 層が立ち上がった時、エッジ A が1の時にステート B が0だったら CW だし、エッジ A が1でステート B が1だったら、CCW だしっていうふうに考えればいいわけです。まあ、これを、コードとして書きますとこうですね。エッジ A が1の時にステート B が1だったら、カウント、ディクリメントということでカウントを1減らします。それから、ステート B が1でなかったら、0だったら、カウントを1増やしますと。で、まあ、カウントが更新されたら、まあ、ちょっとシリアルでモニターに出しておきます。で、以下同様に、あとの4つの組み合わせですね。4つというか全部で8つになるわけですけど、エッジの A が1の時、マイナス1の時、エッジ B が1の時、マイナス1の時で、それぞれステートの、相手方のステートの状態によって、カウントアップ、カウントダウンを判断するということです。はい、それではやってみましょうか。またこれも確認がしやすいようにこのちょっと3枚バネの真似でやってみますけども、ある方向に回すとこうカウントアップをしていく、はい、増えていきましたね。逆方向に回すと減っていく。はい、ちょっと分かりにくいですけど、まあ、どっちかのオートインタラプターに端がかかってエッジが入った時に値が更新されるというわけです。はい、これまでですね、曲がりなりにもこう、ロータリーエンコーダーによって角度を測ることができたわけですから、まあ、あとこれ組み合わせでフィードバック制御するのは、難しいことではありません。まあ、例えば何か目標の角度を設定してそこに、回転して制御させるっていうことをやってみましょうか。そのためには、まずこれカウント値を角度に直す必要があります。1回転あたりのカウント数、これ今スリット版の数の、スリットの数の4倍ですね。これが分解能ですので、360をこれで割ってカウント値にかけると角度に変換することができます。で、例えば何か目標の角度を設定して、そことの偏差に比例した制御入力をモーターに加えてあげれば、簡単な比例制御ができますよね。で、まあ、モーターに出したい電圧、アナログの電圧を出したいんだけども、まあ、普通のモータードライバーでできませんので、ここは、オンオフを使った PWM 制御をしましょうと。で、Arduino ですとアナログライトという関数を使いますと、まあ、この出したい電圧をデューティー比に変換して PWM 制御してくれますので、まあ、これを使いましょう。はい。で、先ほどのこのロータリーエンコーダーの123のこの、プログラムですけれども、これにちょっと3箇所追加をするだけでフィードバック制御できます。最初は冒頭の部分の最後のとこ、まあ、セットアップの前のとこですけど、まあ、ピン関係の、宣言と、それから使う変数の宣言ですね。それから、セットアップ関数の最後のところに、モーター関係のピンの初期化、まあ、アウトプットに設定とかをします。で、一番最後ですね、ループの終わりのところに、現在の角度に基づいて制御入力を決めて PWM 出力をするというのを書き加えると。この3箇所の変更が、必要です。はい。で、これ、モータードライバーの配線図です。モーターの使い方は別の動画でご説明してますので、ここではごく簡単にですけれども、これ、まあ、下のこちらのラインが Arduino につながっていて、ここの2本の線が、DC モーターにつながっています。で、Arduino 側の方はですね、3本の指令線があります。PWM と、
方向を指定する AIN1、AIN2 ですね。で、これ左側から順番にアルドゥイノの、デジタル出力ピン DQ、D8、D7 につながっています。で、こちら AO1 と AO2 は、モーターにつながっています。で、この、もう一つこれですね。あと、スタンバイというピンは、これはまあ常にハイの方に固定しておきましょう。簡単のために。マイコンで DC モーターを動かすために大事なことは、電源を 2K と用意するってことなんですね。この下の赤、青のライン、これが、マイコン用の電源です。アルディーノと共通で、先ほどのフォトインタラプタとも共通ですね。ここで、5V の電源を使っています。このモータードライバーの方もですね、この VCC はここの 5V から持ってきます。で、もう一つこのモーターを駆動するための外部電源というのを用意します。今私はここで電池を使ってますけれども、これをこの上のラインの方に持ってくることにします。グラウンドは共通にするんですけれども、この赤のところは2つ電圧が違いますから、これは混ぜちゃダメです。で、こちらはこの上の赤のラインにしてまして、ここを、モータードライバーの VM につなぐということですね。この黄色の線でつながってます。はい。それではですね、プログラムの追加の箇所ですけれども、まずこれは、ピンの宣言と、それから変数の宣言ですね。まあ、7、8、9番っていうのを PWM、この A の IN1、IN2 と、PWM に、割り当てます。この CPR っていうのは、これカウントパーロテーションの頭文字のつもりなんですけども、これはまあ定数ですね。で、今、これ、48、カウント。前に 3D プリンターのところで作った12スリットの、スリット版ですので、1周で48カウントですね。だからこれ48というふうに書いておきます。それから、このアングルレフっていうのは、角度の目標値を入れておく変数です。これ最初には180にしてますけども、これ別にあってもなくても、後で入れれば構いません。それからこの KP というのは比例原因です。この今宣言した、このピンをですね、最初に初期化します。3本のピンともアウトプットに指定して、最初適当にどっちかの、方向に、ローかハイにこう固定しておいて、いきなり動き出さないように PWM は0にしておきます。で、ここが、大事なところですね。フィードバック制御をする部分です。ループ関数の終わりのところにこれを追加してください。アングルレフですね、なんか適当に定数でこうパッと与えて、1回バッと動いて終わりってプログラムでも構いませんし、今ここでやってるのは、2秒おきに目標値を切り替えるようにちょっとやってみました。目標値を0と180、半周回転ですね。これを2秒おきに繰り返すような目標値にしてみました。現在の時刻ミリ秒で取得してきて、4000ミリ秒で割った余りが2000より大きいか小さいかで切り替えてますんで、2秒おきに切り替わるということになります。はい。で、ここからが、フィードバック制御のメインの部分ですね。まず、現在のカウントを、さっきの公式に従って、角度、0から360度のこの角度の値に、直します。このアングルレフとアングルの差を取って、制御入力を U というので決めましょう。これ後ろから KP かけてますね。これ、実は先にこう KP かけてないのはですね、これ、ちょっと私、横着して、イントの文脈コンテキストで書いてるので最初にこれ KP 前に持ってくると、整数の切り捨てが起こってうまく計算できないことがあるので、先にこう引き算してから KP かけるようにしています。はい。で、これが入れたい制御入力の値になるわけですね。これをそのままモーターに出せればいいんですけれども、モータードライバーはまず方向の指定と PWM のデューティー比の指定っていうふうに分かれてますから、まず符号によってこの AIN1、AIN2 で方向指定しましょう。で、それから、この絶対値を取ってですね、アブソリュート U というのを取って、これに相当するデューティー比を出します。ちょっとここはもう小細工なんですけれども、これデューティー比0に近い小さい値だと、そもそも動き出さないんですよね。だから、ちょっとの底上げをしてあげて、静止摩擦とか俯瞰帯保証するのにちょっと底上げを入れています。ここはもう好みですね。で、デューティー比がこれフルに出ちゃうとですね、ちょっと回りすぎるので、これ、
ここのリファレンスとアングルの差が大きければ大きいほど、ここの U 自体すごい大きい値になりますからね。なのでこれはまあちょっと打ち切ることにして、ミニマム関数使って150以上は出ないようにしておきます。ということで、これ出てくる値は、10と150の間の値ですね。でこれを PWMA にアナログライトすることによって、疑似アナログ出力で PWM 出力をするということになります。はい、では、プログラムは以上ですので、やってみましょう。ちょっと全体像イメージ湧きにくいかもしれませんので、ちょっと全体を写しておきますと、まあ、これがさっきのフォトインタラプターですね。で、これを、タミヤのこの、ギアボックス、モーターとギアボックスにスリット板つけてまして、これをまあ乗っけますね。はい、まあ、これ、ここの調整のところもとても大事で、まあ、実際ロボットでやるときには、ここのところのですね、アライメントの調整がとっても大事になると思うんですけど、まあ、これが今、ツインですけど、これ使ってるのはこっち側の右向かって手前側の方ですね、ここが回ります。それから、まあ、電池は、9V の電池に、レギュレーターを入れて、ここに 5V で供給しています。それではやってみましょうか。これ、もう、実はすでに Arduino の方はプログラム動いてるんですけれども、モーターの方の電源まで入れてませんので動いてません。で、動くとですね、ここの、モニターの方にカウント値があります。これ、例えばこれ、指でギアを触っても、一応カウント値は変わりますね。モーターの方の電源を入れてみます。よいしょ。はい、まあ、こんな風に、おおむね180度ぐらい。これ、まあ、かなり比例原因控えめに、やってますので、あまり速くはないですけれども、だいたい半周ぐらいずつですね、0度と180度の目標値の間を行ったり来たりします。でこちらの左のカウント値の方を見てもらいますと、まあ、大体24と0の間を行ったり来たりしてますよね。まあ、1周が48カウントですから、その半分で0と24の間を行ったり来たりしてるということです。それからこれ同じプログラムで、シリアルモニターをシリアルプロッターに変えると、まあ、こんな感じですね。カウント値が、0と24の間を行ったり来たりしています。はい。まあ、割とゆっくり動かしてるんで結構ぴったり動いてますよね。でこれ例えばですね、もうちょっとガッと比例原因上げたりしますと、はい、プログラムをちょっと再書き込みしますね。はい、早くなりましたけど、時々ちょっとオーバーシュートが出て、この辺こうちょっとギザギザしてますよね。ちょっと行き過ぎて戻ってくるっていうのがちょっと出てきます。はい。これちなみに横軸時間ではありません。カウントが更新された時だけシリアルのデータを送っているので、こんな風になってますけど、実際にはこう、いわゆるステップ応答のようなグラフになってます。もうちょっと原因上げると、さらに行き過ぎて、まあ、フィードバック制御っぽいところが見えますかね。はい。はい。これだとまあ、オーバーシュートしてますねって感じがちょっとわかるでしょうか。で、あとはですね、まあ、ここまでできたら、もう、あとはもうインターフェース次第なので、例えば、ちょっと前ね、プロセッシングの回で、ご説明したみたいなプログラムと組み合わせてですね、こうやって、ね、プロセッシングで目標角度を指定して、そこにサーボすると。まあ、これ、精度は決してよくありませんよ。まあ、そもそもが、ここがですね、結構、ガタいっぱいですし、スリット板の分解能も多くありませんので精度は良くないですけども、まあ、一応この、簡易制御ですね、ここで画面で指令した角度に、サーボ制御するなんてことが、まあ、一応できます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、例えばこれもうちょっとね、分解能を上げたいからって言って、例えばこう18スリットみたいな、もっと細かいスリット板作ればもちろんできるんですけども、まあそうなってくると今度、ここのフォトインタラプターの、センサー部分とですね、上手にこのスリットの位置とか合わせなきゃいけないですので、まあフォトインタラプター自体はもうちょっとこう細いやつに変えるとかですね、まあそういった工夫が必要になってきます。では、以上でロータリーエンコーダーのご説明を終わります。